手に入れた博士号という切符。世界の第一人者と肩を並べることになるなんて、5年前の私に言ったら信じてくれたかな。できること見つかる気がしたから、もちろん英語に不安がなかったわけじゃないけど、囲まれて全てが新鮮で、新鮮にすら見えて、自分がこの精鋭たちの一員になれてるんじゃないかなんて思えたりして、助けてくれる仲間がいることも知った。あれ？私誰と比べてたっけ？みんな違う国籍、価値観、宗教、言語、見てきたこと、学んできたこと、そして目指しているもの、何一つ同じじゃなかった。いつの間にか知らないことを恥じていた。でも知らないからこそ探求があったんだ。知りたい、科学のもっと先。それは博士号という肩書きだけではなかった。技術や知識だけでもなかった。私の科学への情熱を輝かせる原動力を得たんだ。
次はあなたの番です。